皆さんこんにちは、塚田です。いつもボッチャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。今日はですね、サーブ、サーブのですね、特に、ご視聴者の方からサーブで打ってるところを、いろんな角度から撮っていただきたいということをいただいたんで、それを、撮影してみたいと思います。それとですね、サーブを左足で蹴るのか右足で蹴るのか、この2通りですね。私はだいたい左足に 6,7 割ぐらい、そして右足も使ってないわけではないです、もちろん。では早速動画の方行ってみましょう。はい、まずはですね、左足を、軸に、ちょっと蹴り上げてみたいと思います。ではですね、早速動画の方行ってみましょう。ではですね、次は右足を強く蹴り上げて意識してやってみたいと思います。では早速行ってみましょう。はい、ではですね、今日はサーブについてですね、左足で蹴った場合と右足で蹴った場合の2種類をちょっとやってみたんですが、左足でなんかここ
ブレーキをかけて、止まってるイメージがすごい強いです。右足をですね意識しようとするとだからどうしても左足の支えがしっかり取れなくてバランスが崩れたような打ち方になってしまう感じがしたんで私は7対3ぐらいで左足の方が、かなり、しっかり力を入れてるという感じでした。でもですね右足も当然使ってないわけではありません。ですから、まあ、両方に力入れてるんだけどどちらかというと利き足の方に、力が入っていくんじゃないかなという結論になりました。皆さんはですねどちら派なんでしょうか。もしですねこの動画参考になって、実際にやってみたら左足の方が良かった右足の方が良かったっていうコメントがありましたらですねぜひコメント欄の方によろしくお願いいたします。ではですねまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。